ドイツ外務大臣が主要7カ国首脳会議に韓国が参加することに反対したという報道と関連して韓国外交部は街頭インタビューにおいて韓国に対する言及はなかったと強調した韓国外交部はドイツのメディアライニッシェポストが掲載したハイコマース外務大臣のインタビュー内容は G7 首脳会議の招き制問題を言及したのではなく韓国に対する言及もないと27日 明らかにした。続けて、韓国外交部は、ハイコマース外務大臣の言及は、G7 拡大に対するドイツの一般的立場を示したものと理解され、G7 の構造的拡大の問題は、既存の加盟国間の合意が必要な事項であると付け加えた。ハイコマース外務大臣は、この日報道されたインタビューにおいて G7 と G20 は懸命に編成された2つのフォーマットとし私たちは、 G11 や G12 を必要としないと述べた。特に、ハイコマース外務大臣は、ロシアに対してクリミア半島強制併合事件を取り上げ、反対の立場を明確にした。この発言に対して、G7 加盟国であるドイツが、韓国、オーストラリア、インド、ロシアを G7 に招き制しようとしているドナルド・トランプ米大統領の提案に反対の意思を表明したという解釈がされた。